はい、ネイットガードの牛です、今日は4月、もう5月ですね。5月の1日の今16時半になります。16時じゃない、18時半でした。ここはですね、名前がちょっと難しいんですよね。これここは、クシーケイン石、クシーケイン石落下公園。なん残っちゃったと思いますよね、皆さん。ここはですね、隕石が落下したっていう場所らしいです。あ、カエルだ。隕石が落下した場所らしいです。わあ。なんか初めて見たんですが、なんだろう。ここになんか文字書いてある。ちょっと照らしてみよう。よいしょ。1974年新潟に、新潟県天然記念物になった。おお。いや、字がもう薄くて見えづら。今ここの公園に来ております。あった、見やすいやつ1個あった。クシイケの隕石、東経138度22分40秒北経37度3、03分25、重量 4.463 キロ。へえ。1920年、大正9年9月16日、よく晴れた日に夕暮れの5時半過ぎのこと、南から北に飛行機の爆音のような大ビューも言うふうに、一つに光を見せて黒い光を引きながらゴーという落下音を響かせ、ついになんとかが、何読みも分かんない、西側の上空に、そうか。近くに川もあるんだ、川もありますね。いきいき清里マップ、いきいき清里マップ、何てるだろう。いやー、カエルが結構鳴いてますわ。川でーす、川でーす。はい、今日はですね、ここの、隕石が落ちた公園にを紹介しました。カエルいるな。なんかめっちゃ登ろうとしてる。ジャンプしないでゆっくり歩いた方がいいのにね。
ほぼ0度で18度。はい、今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。